2040年、日本の社会保障制度が崩壊する？医療介護年金の未来とは？に対するみんなの反応集。2040年問題についての話題は確かに重要なテーマですね。65歳以上の高齢者が全人口の 35% を占めるという予測は、社会保障制度に大きな影響を与えるでしょう。特に現役世代が高齢者1人を支えるために必要な人数が減少していくことが懸念されています。2000年には 3.9 人、2020年には 2.1 人、そして2040年には 1.6 人になるという数字は、将来の負担がどれほど増えるかを示しています。多くの人が今の社会保険料に対して納得できていないという声もあり、特に若い世代が将来に対して不安を感じているのが印象的です。負担が増える一方で、将来の保障がないという心理的なストレスも大きいですね。また子ども世代の負担が増えることを心配する声もあり、今から何かできることはないかと考える親たちの姿が見受けられます。医療費の財源についても、企業や個人が支払う保険料、税金、自己負担で賄われている現状は、今後の持続可能性に疑問を投げかけます。これらの問題は私たちの生活に直結しているため、真剣に考える必要がありますね。カンバシ組んだ詐欺だね。ジーゼ代が支えるよ。高齢化はもう知ってる。将来が怖いのはみんな同じだよね。社会保障制度の対象を制限すべき。ジーゼ代が責任は持つべきだよね。迷惑かけないでほしい。自民党が国力を弱めているという意見だね。増税の話が出てきたね。アホな予想はみんなを逃げさせるぞ。選挙行かない世代の影響。下の世代も責任を果たして働くべきだよね。若者の移住が影響。公務員や議員の報酬が問題だよね。ワクチン費用が影響してる。総選挙の結果が社会保障制度に影響するかもね。サービスの低下がどこまでかはっきりしないのが問題だよね。社会保障制度の話題に対して国の未来についての議論を提起しているね。不安を煽る商法だね。もうすぐだね。今の社会保障制度の問題は、氷河期世代や団塊世代だけじゃなく、奨学金返済や物価高に苦しむ若い世代にも影響が出てるよね。自民党議員が責任を感じずにいるのが心配だ。将来がどうなるか本当に不安だよ。外国人への生ポ廃止と年金カットは必要。増税が必要だね。自公政権が問題を作ったから変える必要があるね。年金は破綻しないという意見があるけど、実際はどうなるか心配だよね。資本主義の限界が見えるね。人数は減るけど割合増加。自民党税で解決？埋蔵金を使わずに増税するの？氷河期世代が定年退職する頃の社会保障の厳しさを感じるコメントだね。みんなの反応としては、2040年問題に対する不安や懸念が強く現れています。特に若い世代が将来の社会保障制度に対して疑問を持ち、負担の増加を心配している様子がうかがえます。一方で少数意見としては、 Z 世代が責任を持つべきだという意見や、政治への不満を示す声もあり、様々な視点が存在しています。当チャンネルの意見として、2040年問題は私たち全員に影響を及ぼす重要な課題です。特に若い世代の不安を軽減するために、持続可能な社会保障制度の構築が急務だと考えます。